ユリラーム・ラガバンは、インドの映画監督、脚本家。2004年に、イーク・ハシナ・ティーで監督デビューし、2007年に、ジョニー・ギャバル、2018年に監督した、盲目のメロディインド式殺人競争局では、フィルムフェア消費評価選出最優秀作品賞を受賞している。カウティック国際学生映画祭の諮問委員を務めている。ムンバイのタミル人家庭の出身で、 父親は植物学者だった。シュリラームはプネイのセイヴビンセント高校を卒業後、ファーガソン大学に進学して経済学を専攻した。大学卒業後、シュリラームはスターダスト市でジャーナリストとして働き、トレードガイド市で1年間働いた後に、ムクルエス・アーナンドのアシスタントとして映画業界に進んだ。映画制作に興味を抱いたシュリラームは、 インド映画テレビ研究所に進学して映像技術を学んだ。同期生にはラワジクマール・ヒラーニがいる。1987年にインド映画テレビ研究所を卒業したシュリラームは1990年にムンバイに帰郷し、1991年にラグビール、ヤーダブと共に短編ドキュメンタリー映画ラマン・ラーダブを制作した。その後はシド・アカンの脚本を執筆し、 ファーストキルの脚本を執筆した際に、アヌラーグカシャップを介して、ラームゴーパール・バルマと知り合った。ラームは、アヌラーグから渡された、ラマン・ラーガブを鑑賞して、シュリラームの能力を評価し、自身がプロデュースする、イーク・ハシナ・ティーの監督にシュリラームを起用した。2007年に、ニール・ニティン・ム・ケイシュを主役に起用した、ジョニー・ギャダルを監督した。同作は、工業的には失敗したものの、 評価からは高い評価を得た。2012年にエージェントビノット最強のスパイを監督し、サイフ・フアリー・カーン、カリーナ・カプールが出演した。2015年に復讐の街を監督し、バルンダワン、ナアッツ・ティーン・シッティー・キー、フマー・クレーシー、ヤミー・ガウタム、ディビア・ダッタが出演した。2018年に盲目のメロディーインド式殺人競争曲を監督し、 あゆしまーんクラーナー、タップー、ラディカーアプテイが出演している。ありがとうございます。